なんと2022年一発目青キックスの新作ウェアが出ました。こっからすごいよ。でしかもめっちゃ強い。はい、どうも青キックスです。皆さん明けましておめでとうございます。今年も1年間お世話になります。ということで年も今明けて、今年始でちょっと今バタついてる時もあるんですけど、年末の方がマジでバタついてて、まあみんな知ってくれてると思うけども、ウィンターカップもう面白かったし忙しかったしみたいな、もうすんごいマジで忙しくて、本当ありがたいことにね、解説やらせてもらったり選手のインタビューとかもやらせてもらって、いろんな本当高校生の笑顔と涙と、もういろんなストーリーを見てきても毎日毎日楽しかったわけですよ。で本当もう満身創痍というか、もうあっちゃこっちゃずっと会場中行ったり来たりしてて、ウィンターカップはね。でもうなかなか動画撮ってる時間とかも本当なくて、いや本来ならだからマジで芸能人とかだったらさ、こうテレビとかはなんかこう年末とか年明け用の動画をもう12月のうちに撮っといて、年末年始にボーンって出したりするけども、ほんとそんなこともまあ全然考えてなくて、ほんとあんま頭悪いんだけど、まあ、YouTube、まあ、素人 YouTuber かみたいな感じなんですけど、まあこの動画すらね、今日まだ1月1日なんですよ。本当に1月1日の9時夜のとかに動画撮ってるんですけど、で年末年始はねウィンター終わって、いろんなこう挨拶とかこういろんなことして、年越しはシャックっていう親友のねばあちゃん家でもう蕎麦食ってきて、いつも最近恒例なんですけど、毎年美味しいね北奈良市のに丸かっていう蕎麦があるんですよ。で、まあ、こんな感じで高校のね友達と蕎麦食って年越しました一緒に。でまあほんと2022年はね、ちょっとこれから真面目な話になるんですけど、まあ2022年はこういろんなね、また新しいことを挑戦していきたいと。でまずいきなり新年一発目、1月1日にリリース出しました、パートナーシップ契約。これは本当ありがたいことに個人にスポンサーさんがついたということですね。こうマオキックスとしてずっとこれからもね1年活動していくんですけど、それを応援してくれるオフィシャルパートナーさんが何社かついていただくことになりました。はい、で本当にありがたいことで、こう俺がいろいろ活動してたりこうしていくことを一緒に応援してくれて、こういろいろいろんな本当金銭面だったり食事面とか、まあ、メディカルだっていろんなところをサポートしていただくようにこれからなりました。だからこう青キックスのウェアもそこの会社の名前が入ったりとかするわけですよ。だってもうプロっていうか、なんて B リーガーじゃないんだよ今。なのにそうやって個人についてくれる、青キックスについてくれる、本当にありがたいです。はい、で、まあ、他の、ね、会社さんもまだまだ全然募集してるんで、もしこの動画を見てくれてる会社の方とか企業の方とか、なんかまあ個人の方とか、俺のこと青キックスのことを応援したいっていう方はぜひぜひ、ご連絡ください。こうウェアにその名前が入ったりします、いろいろ背中とかで。まあ、そんなこともまあやりつつ、まあ、俺が今日この動画でちょっと伝えたいのは、なんと2022年一発目青キックスの新作ウェアが出ました。はい、ということで、まあ、今俺もこう着てるんだけど、これちょっと今これは、ティファニーブルーのパーカーです。ティファニーブルーのパーカーで、裏起毛じゃないんだよ今年は。あえて裏起毛はあったかいんだけど、バスケしてるとすぐ熱くなっちゃうから脱いじゃうんだよね。だからちょっと裏はパルプ生地って言って、本当スウェットみたいな生地で、まあ、1年中通してちょっと着れる季節が多いかなということで、今回パルプ生地にしました。これパーカーも出てます。この動画の時にはまだ残ってるかどうか分かんないですけど、ぜひ皆さんチェックしてください。でこれだけじゃなくて、今年は練習着ここにあるんですけど、大量に作りました。まずいきます、紹介します。ロンティこれもね、で今回からみんな気づいたと思うけど、何人かは真ん中にロゴ持ってきました。でロゴの大きさもほんと数ミリ大きくしたんで、まあ、真ん中がいいや俺は。今までいろんなさ、こうナイキとかアリダスとか、まあ、いろんなこうアンダーマーとかもいろんなスポーツブランドって基本的に左胸にあるや、いいけど、それもかっこいいけど、キャオキックスはもう真ん中行こうと。でこれが緑もあります。はい、緑、白と緑、これロンティーです、どっちも。はい、もあるし、こっからすごいよ。こっからもう半袖祭り、ポリのね、あ練習着ポリの、はい、これ同じティファニーブルー、
半袖練習着。次、赤、黒赤、黒赤ブレッドカラー、黒赤でしょ。で次ブルー、ロイヤル、ロイヤルでしょ。次さっきも出てきたけどグリーン、半袖グリーンね、でしょ。でオレンジと半袖っていう、この 1,2,3,4,5 色展開、半袖で。しかもこれもまた新しくしたんですけど、タグが新しくなりました。ここタグが、え、見えてる光の加減で。これがね、新しくなったんですよ。なんでめちゃめちゃいいっす。簡単に洗濯で取れないし落ちないし、めっちゃ強い。でも肌触り良くて首元カサカサにならんっていう、あの練習中もね。だけど大きかったり硬かったりするとさ、刺さるやん首に。で俺いつもなんかいろんなタグ切ってたのね。けどこれは大きくないから、これはいいよ、サイズがいい。もうプレイヤーだから、やっぱプレイヤーファーストで考えてるから。これだけじゃないっす。とどこ行った、はい、これじゃじゃーん、バスパンの新作です。青キックスのこういう柄のバスパンってマジでどことも被らないっていうのがまあ売りなんですけど、これはマジ被らんよ。これはちょっとハワイアンなゴージャスなパーティーをちょっとね、パーティー僕大好きなんでパーティーイメージしたんですけど、見て、で青キックスのホロー入ってる、でここ下こんな感じパンツみたいな、豪華パンツで。これ、まあ、いつも言うんですけど、まあ、知ってる人は多分知ってると思うんだけどさ、プレイしてるとやっぱポッケ欲しいじゃん。ポッケ欲しいよ。そのバスパンとかのままどっか行きたいし、なんかこう携帯入れたり、ちょっと鍵入れたり、カード入れたりとか、なんかスイカとか入れたいやん。でもプレイ中にさ、こう走ってたりするだけでも、ラントレとかしてるだけでも小指がこうやって引っかかるんよ、ここは。こういう風にで、あーみたいな、あーみたいな、何回かある俺も今まで。だからそれがないために、ないためにって、それが嫌だから、それを防止するためで、子供とか危ないじゃん。だから青キックスのバスパンは基本的にここジッパーっす。ジップにすると高いんだよ、普通のポケットより。でこれが左右どっちもあります、右も左も。でまあさ、入れるやん。あと結局ケツにさ、ケツポケに財布とか入れる人いるやん。これはこのまだポケットあるよ、ここケツ。ここは、まあ、プレイ中あんま指が引っかかるとか自分のねやっててないから、ビリビリ、ベリベリ、わかんない、こうビリビリっていう感じになってます。だからポケット3つある、3つ。はいはいはい、これね、こんな感じ。いやマジこれかぶんなよ。でこれも超少ないから、数これはね多くないな、本当に。なんでぜひ皆さん、だからこれにさ、ロンピー、これとか超かっこいいやん。これ緑緑で激渋やん。し、白でもいいな、あ、超いいじゃん、これにこれ。はい、こんな感じで、もうほんと1月1日今日リリースしました。でもほんとね、青キックスのウェアってほんといろんなプレイヤー、俺だけじゃなくて全国各地のたくさんの人が、プロから YouTuber、TikToker、 今話題のあの女子高生プレイヤーとか、あの B リーガーとか、まあ、いろんな選手がね、ほんと来てくれてるわけですよ。本当にありがたいです。なんでぜひ皆さんもね、俺は普通になんかどっかプラって練習行ったりさ、まあ、全国各地なんかいろんな、今年ねちょっといろいろ回っていこうかなと、コロナも落ち着いたから思ってて、その時に出会った高校生、中学、まあ、学生、ボーラーね、普通のボーラーが全員だね、小中高大大人、いろんなボーラーが青キックスのウェア着てくれてたら超嬉しい、マジで。俺はそういう人といっぱい出会いたいなって思ってる。マジで嬉しいよ、もう心の底ありがとうっていう、もう本当に嬉しい。そういう人といっぱい出会いたいですね。はい、まあ、こんな感じで新作、概要欄に貼っときます、 URL ショップの、まあ、貼ってあります、常に。はい、なんでぜひこっちもね、こっちの青キックスのウェアもチェックしてみてください。はい、で2022年、今年もいろんな強豪校入部と、いろんな選手、先生、スタッフの方、クラブチームとかにちょっとフォーカスしてやっていこうかなと思ってます。なんかこう高校バスケの新しいカテゴリーというか、新しいなんかこうメディアが青キックスみたいな感じで確立されたらいいなって思ってます。まあ B リーグもそうだけど、まあ B リーグのさ、メディアとか大学バスケのメディアってまあいろいろあるじゃん、こうポンって浮かぶところが。
けど高校バスケにちょっとフォーカスしたメディア、メディアっていうかコンテンツはちょっとねそこに力入れていこうかなとも思ってます。2022年で本当にもうみんながいつも見てくれてるからアオキックスこうやって活動できてます。あのほとんどのね今この動画見てくれてる8割9割の人がチャンネル登録してない人が見てくれてるんですよ。なんで本当にみんながこうこれ見たいあれ見たいっていうのに応えられるように僕も頑張るんで、ぜひ皆さんチャンネル登録してください。はい、ということでこんな簡単なねちょっと新年の挨拶になるんですけど、また次の動画、その次の動画やばい映像をいっぱい撮ってくるんで、今年もねちょっと末永くよろしくお願いします。はい、というわけで新年の挨拶でした。あざした。